はい、ポンちゃん。はい。ポンちゃんも返事が。あちゃんくん、はい、はい、ちゃんくん、あぶんちゃん、おはよう、おはよう。はい、おはよう。さあ始まったよ、今日もじゃんけん。はい、ポンちゃん。はい、ポンちゃんも返事が良くなってきたね。ポンちゃん、ポンちゃん、くもいで、はい、ジャンク、はい、通り過ぎるのかい。さあ、じゃあパパさんはお風呂に行って、その後歌の生配信だよ。もう結構時間が厳しくなってきてるから、お急ぎで支度します。じゃ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 んじゃん、キーボードもらっちゃった。はい、どっからあげ、こっちか。新しいからきっちりしてる。はい、なんか、はい、でっかい。キーボードは実は、Mac 対応2000円なりというやっついやつを買ったばかりなんですが、いただいちゃいました。実はね、ここにアットマークがあるやつ、これ生配信で文句言っちゃったんだよね。あのアットマーク、実はね、そっちのキーボード、あ、これあるある。これ、ここにアットマークがあって、アットマークが出せないんですね。日本の OS だと、このアメリカ仕様のやつだと出さないと。で、ショートカットキーを作って、アットって日本語で入れるとアットマークが出るっていう風にしたりとか、いろいろしています。が、それじゃああまりだろうということでいただいたんですね。でも予備のキーボードとして使ってくだ
ださいって書いてある。はい、ありがとうございます。これを予備のキーボードとして使わせていただきます。なんせね半角でこれが打てるのが何よりなんですよ。アットマークね、あとこのダブルクォーテーションね、これもこれだと出ないんです。ここを押してもなんか変なのが出るのね。それからもう一箇所なんかあったね。まあ何にせよ、慣れたキーボードの配列と同じになるので、あとはこれで半角と、あれ切り替えができるのね。これはここを押しながらここをしないとできない。いろいろこっちの方が便利なわけでございます。どうもありがとうございます。すいません、申し訳ないです。なんかあの愚痴ったばっかりにっていうのがあるので、でもね、それをわざわざ言わないようにしようとか、言ってなんかあのしようとか、そういうの全く関係なしにただただ喋っておりますので、まあね、そういうつもりでやっております。何でも喋ろうということでね。電池入ってた。はい、炭酸なんだ。炭酸だっけ。うん、炭酸。はい、わかりました。どうもありがとうございました。じゃんくん。寝てますけど、じゃんくん。ポンちゃんよく寝るね。ポンちゃん。ポンちゃん。よく来たよポンちゃん。よいしょ。Thank you.